橋田賞ドクター X 外科医大門未知子テレビ朝日です。ご登壇いただきますのは出演者を代表して蛭間重勝を演じられました俳優の西田敏行さん、ゼネラルプロデューサーの内山さと子さんです。お二方どうぞお上がりください。橋田賞ドクター X 外科医大門未知子殿、権力に迎合することなく目の前の命を救うという確固たる信念に従い突き進んでいくヒロインの爽快な姿を描いたドラマは、エネルギッシュで心地よく幅広い層の視聴者の共感を呼びました。その功績をたたえ、ここにこれを賞します。橋田文化財団橋田さん、ありがとうございます。あまりともうテレビドラマを見なくなったんですけど、というのは私はもうテレビドラマあんまり書く気がなくて、書きたいと思うときは敵だと思ってみんな見てたんですけども、敵がなくなっちゃって見る理由もなくなってだんだん見なかったんですけど、ドクター X はすごい楽しみにして、私も失敗しないのでとかいたしませんとか言ってみたいなと思って憧れて拝見しておりました。その中で西田さんはちょっとね、そんなお役でしたけど、でも存在感がおありになりました。本当に楽しませていただいてありがとうございました。女性のライター、いやプロデューサーでいらっしゃる、憧れてます。本日は栄えある橋田賞いただきまして本当にありがとうございます。ドクター X においては、私はむしろ今日、賞状で読み上げられた権力側の方で、主役の大門未知子をいじめ抜いた方でございますので、先ほどもちょっと、そんなお役でしたねと言われましたが、役者としては大変役者冥利に尽きる楽しい時間でした。本日、大門未知子は、人生の世話場をちょっと迎えておりますので、ここには参っておりませんが、この喜びを素直に彼女に伝えたいと思っています。本日はありがとうございました。そして橋田先生、卒授おめでとうございます。ありがとうございました。本当に橋田先生おめでとうございます。そしてありがとうございます。ドクター X は非常に幸せな作品で、最初のシリーズができたときに、脚本家の中園美穂さんと、主演の米倉涼子さんが、この橋田賞をいただいておりまして、私たちスタッフもすっかりもういただいた気になって、散々一緒に飲んで騒いで橋田賞万歳と言っていましたので、作品賞、パート3でいただくことができて、本当にスタッフが喜んでおります。そして実は私にとっては橋田壽賀子ドラマというのは長い間木曜9時のドラマを担当してきておりましたので、いつも裏に強い渡る世間は鬼ばかりがあって、いつも勝てなくて当たり前ですけど、いつもうちの母が私のドラマより橋田先生のドラマをいつも見ていて、いつか橋田先生に褒めてもらえるといいなと思って作品を作っておりました。ドクター X で米倉さんや西田さんや中園さんと、一緒に、作品賞をいただくことができて本当に光栄です、幸せです。どうもありがとうございました。